思いを届けて。オーブ、俺は信じる。帝国カリキュラン参上。分かっとるとは思うけど、魔幻空間を作り出せるのは上級コーマだけや。あ、もしかしたらや、アナスタシアさんは。全員慎重に行動せよ。私がこの奥にアナスタシアさんがいるんでしょうか。おそらくな。トン、行きます。トン、はい、行きます。アナスタシアさんの仕業？どうして？コーマの反応がある。備えて。一気に。私たちの邪魔をしないで。コーマを撃破せよ。急いで片付けるぞ。アナスタシアを見つけるんだ。行くぞ。今の攻撃は？アナスタシアさん！アナスタシア、本気でやり合おうってのかよ。アナスタシアさん、教えてください。あの言葉は全部嘘だったんですか？一万弟子だと言ってくれた。いい公演だったと言ってくれた。あれも全部嘘だったんですか？そう、全部嘘よ。現実を見なさい、さくら。私はあなたたちの敵よ。私を追ってきても無駄よ。アナスタシアさん、どうして私をあんなにも一生懸命支えてくれたのに。訳を話してくれ、アナスタシア。行きます。そこ、
今は目の前の敵に集中しろ。先へ進むぞ。待ってください、さくら。聖十郎さん、私たちアナスタシアさんを見つけて、それからどうするんですか？アナスタシアさんを探して戦う？アナスタシアさんを倒すの？わからねえが、この状況、そうなる可能性は高いかもな。アナスタシアさんは本気で私たちを攻撃してる。でもアナスタシアさんを倒すなんて、私やっぱり嫌だよ。とにかくアナスタシアを見つけるのが先だ。行くぞ。聖十郎さん、来ないで。これ以上は手加減できなくなるわ。神山さん、その先の区域に多数のコーマ反応があります。アナスタシアさんの罠ってこと？上等だよ。この程度で止められねえってことを教えてやる。行きましょう。そして本当のことを教えてもらうんです。
タシア。しつこいわね。最後の警告よ。これ以上は命の保証はないわ。引き返しなさい。それは聞けないな。俺たちは必ず君を連れ戻す。バカな男。になってしまったのか。俺たちじゃ何も力になれないのか。無理よ。これはあの方にしかできないこと。あの方。やっぱり何かあるんですね。こんなことをしないといけない理由が。さすがアナスタシア、アザミたちの動きを熟知してる。行くぞ。闇を切り裂く神速の刃。すごい。アナスタシア、もういいだろう。訳を話してくれ。まだそんなこと。いい加減にして。霊力反応極大。何かいます。気をつけてください。手間取っているの。アイスドール、あなたの望みを叶えてやれるのは私たちだけ。それを忘れないで。はい。貴様、アナスタシアに何をした。私は何もしていませんよ。全てはこの子の選択。あなたたちを裏切り、あなたたちを殺すのも全てこの子が望み選んだ運命です。まずはコーマを撃破するぞ。そしてアナスタシアを探すんだ。さあ、やりづらくてしょうがないぜ。全滅しました。アナスタシア、反応を見つけました。ただ先ほどの夜叉の機体反応もそこに。分かった。気をつけろよ神山。あの夜叉の機体、すげえ禍々しい気を感じた。恐ろしい力です。まるで闇を塗り固めたような。アナスタシアがこの先に、そしてヤシャも厳しい戦いになるだろう。
気を引き締めていくぞ。はい、絶対にアナスタシアさんを取り戻しましょう。アナスタシア、そいつから離れろ。そいつは君を利用しているだけだ。だから何？私もあなたたちを利用したわ。私の望みを叶えるためにね。アナスタシア、もう引き返せない。私はあなたたちを倒す。惹かれ合う者たちが殺し合う最高の舞台です。お前は一体何者だ。いい加減正体を見せろ。その仮面を取れ。我が名はヤッシャ。それ以外の名などありません。なんて元気。やっぱりあなたは。ゆっくり考えてる暇はねえぞ。ヤッシャが来るぜ。アナスタシアさんも攻撃してきます。聖獣郎、指示を。全員二人を説得するんだ。話せば分かってくれるはずだ。そう言われてもよ、なんて言えばいいのかもう分からねえ。ヤシャはもちろん、アナスタシアさんも全く話を聞いてくれませんから。里の掟33条、話せば分かるとは限らない。ここはヤシャを倒してアナスタシアさんを止めるしかありません。よし、覚悟を決めるぞ。ヤシャを倒してアナスタシアを取り戻す。サクラ、ヤシャが相手だけど大丈夫か？うん、ヤシャがもし神宮寺さんだとしても私が倒してその心を取り戻してみせる。いい顔してるじゃねえか。それでこそ天宮さくらだぜ。アナスタシアさん、さくら、本気で来なさい。死ぬわよ。私は死にません。あなたを取り戻すまでは。アナスタシアさん、あなたは嘘をついています。全て真実。私はあなたの仲間なんかじゃない。私は信じません。あなたは自分の心に嘘をついてる。この公園、あの喜びは絶対に嘘じゃなかった。みんなが心を一つにできた、あれが嘘だなんて私には信じられません。あの涙は絶対に嘘じゃないです。嘘であんなに綺麗な涙が流せるわけがないんだ。うるさい、黙れ。決める。青き空をかける天の衝撃。アナスタシアさん、黙れ、もう黙れ。私の心を乱すな、邪魔をするな。私はあなたたちを裏切る、舞台を裏切る、家族に会うためにそうするしかないのよ。ここからよ。やっついてこい、行くぞ。闇を切り裂く神速の刃、アナスタシアさんに何をしたんですか？知りたければ私を倒すことです。まあ無理だと思いますけど。任せてください。ヤシャ、お前
の目的は何なんだ。教えてあげますよ。あなたたちが絶望した後にね。動かない。あなたたちの量子水晶は我が剣で闇に落ちました。動けないでしょ。そこでおとなしく見ていなさい。ヤシャ様、ご苦労でしたね。アイスドール、さあそれを渡しなさい。待ちなさい。愚かね。量子戦闘機も武器もない。それでも私と戦うつもりですか。ナシャ、お前の目的は何だ。アナスタシアを利用して何を企む。私の目的、それはこれを手に入れることです。私の刀。これこそ私たちが探し求めてきた神器。ヘイトを斬る元刀を呼ぶ剣、すなわち定剣。定剣、すみれさんが言っていた。これさえ手に入ればもはや全ての目的はなったも同然。アイスドール、あなたの働き見事でしたよ。それでは、あなたの願いを叶え、愛する家族に会いに行きなさい。アナスタシアさん。ヤシャ、貴様騙してたのね。ずっと騙す。ちゃんと家族全員蘇らせますよ。私たちのくぐつとしてね。やらせるか。これさえ手に入ればそいつは用済みです。好きにするがいいわ。家族のところに行けず残念でしたね。キャプテン、みんな。アナスタシア、喋るな。傷が。アナスタシア、死ぬな。アナスタシア。ご観覧の皆様に残念なお知らせをしなければなりません。決勝戦でベルリン歌劇団に挑むはずの帝国歌劇団は
時間までに到着しませんでした。報告では本拠地である大帝国劇場ももぬけの殻。これはおじけづいて逃げたとしか考えられません。あるまじき事態、過激団の恥です。ですが結果は結果、帝国過激団の危険により優勝はベルリン過激団と決まりました。ここに全世界の過激団を解散し、ベルリン過激団を中心とした新たな過激団、ウルフ過激団の設立を宣言すると。建前はここまでかな。過激団対戦、面白い茶番だったよ。仁義帝権は我が手にあり、今こそ帝都が滅ぶ時だ。今ここに幾千の煮えとなる魂と封印を解く鍵が揃った。イデイオ、ゲントよ。ダメよ、信じた仲間と突き進みなさい。帝国歌劇団花組出撃よ。了解。次回新桜大戦花の定め、大正桜にロマンの嵐、必ず全員で生きて帰るのよ。